アリオはシミヤは埼玉県久喜市久本寺に所在する伊藤洋華堂セブンアイクリエイトリンク運営のショッピングセンターである2012年11月22日開業これまで埼玉県道3号埼玉栗橋線沿線にはロードサイドの単独商業施設や小規模な複合商業施設は存在していたが4万平方メートルを超す大型ショッピングセンターが 存在しなかった。2009年3月に埼玉県から広告され、用地の造成が進んだが、市道29号線の用地買収が進まずなかなか着工されなかった。2011年10月18日に埼玉県から告示された、なお2012年11月現在では、ありとしては県内最大の規模となり、区域市内でも2番目に大きい商業施設である。 当初は現在存在している本館とは別に北建が、計画され2014年9月現在実現に、至っていなかったが、2017年3月14日に、埼玉県国時代302号が告示され、家電量販店が11月2日に、ホームセンターが11月16日に開業した。また開業後指導区期2071号線と、指導は市宮414号線の、 交通安全対策問題やまた、店舗周辺が市街化調整区域になっているため、なかなか開発整備の実現ができない。出店テナントの詳細は公式サイト、フロアガイド、サービス関係については公式サイト、サービス参照。本館の各店舗は、伊東洋華堂割を足見屋店である。また、開業時点では105の専門店が出店し、埼玉県利根地域では、 初出店となる乳幼児用品専門店、スポーツショップ、生活雑貨専門店などが出店している。1階は食料品売り場をはじめ、健康食品、嗜好品、スイーツ関連の専門店、レストラン街などで構成されている。また大型医療品専門店や、利用店、マッサージ、医療機関など、サービス関係のテナントが立地する。 二階は医療品売り場をはじめ、子育て支援関係の売り場、専門店が、また携帯電話ショップ、旅行代理店、フードコート、ファーストフードの専門店が立地する。北立は前日の通り開業の目途が立っていなかったが、家電量販店が2017年11月2日に、ホームセンターが2017年11月16日に設置された。店舗周辺は、 久喜市の基本計画で新産業系ゾーンとして位置、続けられている。また、県道3号の北洋高校前交差点に近く、久喜パークタウンショッピングセンター、アクロスプラザ久喜、量販店などの商業施設が多く立地する。また、東京理科大学久喜キャンパスも近隣に買って存在していた。ありがとうございます。